各位读者大家好，今天是2009年的东京改装车展，每年的这个重头戏我们 Option 都一定会来这边朝圣。在今年的车展中，虽然严格来说车辆不如往年来的丰富，其中主力的改装车走车迷较熟悉的还是 Impreza EVO 以及去年出来的 GTR R35。 另外今年在展场属于比较新的改装主力车种有尼桑的 370Z， 以及各大厂都纷纷有推出改装套件。在去年2008到2009荣获日本年度风云车的 Toyota IQ 这部小车，可能是因为整个全世界用车风气以及经济取向以及环保风，所以这台小车目前在日本算是非常的红，希望将来国内也能有这种经济取向的代步小车上市。
はい、こちらが、クスコの、コイルオーバーキットで、一番メインの商品になっています 02E ですね。で 02E 何が特徴かと言いますと、この全長調整ができて、それから減衰も調整できる。さらに減衰調整を、室内、いわゆるここにモーターをつけまして室内から調整できるような、キットになってます。でそのためのコントローラーがこの、E コンですね。でこれを室内の好きな位置にセットしまして、こう減衰を上げたり下げたりすることができます。まあ、これによって、いちいち車から降りたり、あるいはこうボンネットを開けたりしないでも、室内からすぐ減衰がその場で変更ができるんで、まあサーキットの周回中であったりとか、あるいはこう、お客さんとか人を乗せた時には柔らかくして、自分で走りたい時には硬くしたりっていうのがすぐできます。でこれはおすすめです。オプションマガジン、ヘロー、これは EDFC になります。これは室内から減衰力調整をできるものとなりまして、このようにボタンで、モーターを回すことによって減衰力調整の、このダイヤルを、リモートで動かすことができます。そしてですね、メモリーボタンが3つありまして、お好みの、メモリーをこのようにセットしてボタン1つで調整することができます。室内から減衰力調整をできるということは、例えば雨の日なんかも、本当は降りてやりたくないのですがボタン1つでできたり、あと高速道路に乗った時に、車速の違いで車の動きが大きくなるのですが、その時にちょっと硬くしてあげて車の動きを抑えてあげるなど、いろいろな用途があります。あとサーキットのセッティングもこれによっていちいち車を降りることなくできて、非常に早く、自分のベストなセッティングを見つけることができます。ぜひ、これは、店員のアドバンテージアイテムとして、非常に人気の高いものなのでぜひお願いします。ハロー、こんにちは。トップスイクレットの永田です。台湾の皆さん、日本のオートサロンよく見てください。ぜひ楽しいですから、日本のチューニングカーと車のチューニングを楽しくやりましょう。以上。
Hello everyone, welcome to Tokyo Auto Salon. This booth is an endless booth. So could you take the every car and brakes and some produce for the calipers? Very good for the standard car. And also I use endless parts quite a lot of years, so maybe 20 years. So every year it's always provide quite good quality and good brake pad, and also now I believe very good brake pad and best of the world. So could you check it? Thank you. の桜恵美です。今年1年目でした。皆さんこれからもよろしくお願いします。なんだっけ、2008年エンドレスレディの上杉ひろみです。今年で3年目だったんですけど、今年もオートサロンに来れてすごい楽しかったです。来年からも頑張るので、あ、今年だった、今年も頑張るのでよろしく。はい、沢井玲奈です。今年もオートサロンにこのメンバーみんなで来れたのがすごい楽しかったです。2008エンドレスレディの小川理子です。私は台湾が大好きで何回もちょくちょく行ってます。ぜひ台湾の皆様もエンドレスレディに会いにまたオートサロンに来てください。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。2008エンドレスレディの田島よしえです。今日はオートサロンに来れてすごく楽しかったです。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。2008年エンドレスレディの若松美穂です。1年間エンドレスレディをやれてとっても楽しかったです。これからもよろしくお願いします。はい、2008年エンドレスレディの浜田光です。これからもエンドレスレディみんなで頑張っていこうしますので、皆さん応援よろしくお願いします。今年我们编辑部来到 Auto Salon， 很荣幸在会场内遇到了目前国内台湾传统改装厂的赛车制作部的担当，也就是车迷应该非常熟悉的国内知名的车手猪皮黄锡展先生。我们听一下猪皮，他今年是第几次来看 Auto Salon？各位 Option 的读者大家好，很荣幸在这里刚好遇到 Option， 今年是我刚好第一次来日本的 Auto Salon。 对，那这样三天逛下来有没有很累？有什么心得跟我们读者分享一下？三天逛下来的话，我发现我的双脚真的已经快断掉了，不过其实还是真的非常兴奋啊。在一片不景气当中来到日本这个地方，其实我看到了很多对于日本人对于赛车的执着，跟他们对于产品开发的认真度，就是说在很多新产品的发表上面，我也都有深刻的去看到他们对于在产品的研究上如何的达到更轻量化，对于赛事对于赛车成绩更有帮助的方法，以及就是赛车制作的一些技巧。那我发现今年他们蛮多的车厂在车辆的空气流体力学上面，对，都有很大的琢磨跟研究，这是我目前发现跟国内非常不一样的地方啦。好，猪皮讲的这一点我们 Option 也非常认同，所以希望国内的改装厂商各赛车队伍大家一起加油。好，谢谢猪皮。谢谢，谢谢各位。青いブレーキパッドといえばやっぱり from Endless。
かもこの匂いがこれ今日だ。そして今度は3階段トリプルチームすごい踊り切り上げてThank you.
ションをご覧の皆様こんにちは、2009年エンドレスブースへようこそ、開発やってます村田です。よろしくお願いします。エンドレスブース2009年の、おすすめ商品を紹介していこうと思うんですが、まず、こちらずらっと並んでる、モノブロックキャリパーですね。このモノブロックキャリパー単造モノ6、硬質アルマイトで単造構造、そして、モノ4ポットのレーシングリアキャリパーも用意しております。はい、これ2種類の6ポットがあるんですけど、こちらをベースに、こちらは軽量化で、横の穴と縦の穴を開けることによって、200g の軽量に成功しています。はい、こちらファンクション A オールアルミの軽量シェルケースバージョン、書いてあるように無電解ニッケルボロンメッキの採用で、耐摩耗性などを向上しているモデルです。こちらはファンクション T、 さっきのファンクション A がアルミの材料に対して、こちらはスチールのケースを採用しています。ストラットなんかではすごく、剛性も高くて、強いサスペンションになっております。はい、ここでね、エンドレスの特許を紹介します。バーリングプロセス、こちらをね、このように、裏板に対して突起を張ることによって、ブレーキパッドの剥離を防ぐ、高温で使った時に剥離をするものを防ぐためにやってますね。これはすごい、高度な技術があって、うちで特許を取得しております。はい、そしてね、エンドレスで一番今年の一押しハイブリッドディスク、まだネーミングは募集中です。このディスク、このように160ベーンという多い、薄くて多くのベーンを入れることによって軽量化と、冷却に優れております。これも特許出願中です。はい、エンドレスのブレーキパッドは、ストリートから軽自動車の草レース、そして、WRC、WTCC、マカオグランプリなど、世界またアジアで、十分活躍できるブレーキパッドだと思います。皆さんこんにちは、キャロッセで設計をやっております荻窪博史です。私は過去に、スーパー GT のこの出ている GT カーであったり、ダートトライアルのスーパー D の車両等を過去に設計しています。この車は唯一の、スーパー GT に出ている4輪駆動の車両 AWD 車両なんですけど、ちょっと変わったというか、非常に、トランスアクスル方式の AWD というのを使ってまして、それを簡単に説明したいと思います。まずエンジンが EJ20 ターボ、こちらで出力を出します。でそのパワーがプロペラシャフト、まず1本目で
ギアボックスに伝えられます。でギアボックスで、変速されて次にセンターデフに出ます。でセンターデフに出たものが1本がもう一方の、プロペラシャフトを使ってフロントデフを駆動します。もう一本がセンターデフで分かれたもう一つが、リアデフに行ってリアを駆動するようなシステムになっています。いろいろ最先端の技術をトライしてまして、モータースポーツで得た技術を、製品の方にもフィードバックしています。以上です。 OK こんにちは、キャロッセの大溝です。クスコ製品は、モータースポーツで、開発されています。モータースポーツというのは、耐久性、操縦性、安定性、すべての部分において、高い性能を持っていないと結果が出せません。キャロッセは、社員に開発ドライバー、社内で自社設計自社製造をしております。ですから確かな品質で確かなテストをして市場に出しています。安定して攻めるパーツ、走れるパーツ、長く使えるパーツ、それがキャロッセの商品です。クスコの柳沢です。今日は日本にお越しいただいてありがとうございます。今日はですね、クスコのデモカー、こちらランサー、ランサのエボテン、それから GRB、インプレッサですね、それから、インプレッサの GDB-RR というですね、クスコのデモカーを用意して皆さんに、試乗して、いただくんですけども、うちで、クスコのですね、サスペンション、それから駆動系、等々のですね、クスコのパーツがついたデモカーです。こういったところで我々は、日々テストをしてですね、開発しております。ですから、台湾の皆さんにもですね、自信を持って、進められるパーツを、高性能のパーツを作っておりますので、どうぞ、ぜひ使ってみてください。で私はですね、社員、クスコの社員なんですけども、アジアパシフィックラリー選手権という、ラリーでドライバーをしております。同じくですね、住山、の方もですね、社員ドライバーとしてアジアパシフィックラリー選手権の方で実際、ドライバーとして走っております。ですから私どもは単なるメーカーではなくて自社で設計、それから日々実際のテストというものを繰り返しながら製品を作っておりますので、本当に性能をですね、目を持って自信を持って進められるものを作ってますので、ぜひとも使ってみてください。今日はありがとうございました。最舒适取向的第一段、我现在把它从车内控制把它加到前面三段跟后面三段，让它看看车的侧倾会不会有明显的变化。我们刚才从这个设定到了第三段的时候，可以发现它在这个slalom绕锥的过程中，它的侧倾有明显的减少，
当然车内的阻尼的灯屏的感觉有稍微强化了一点，但是基本上这边的路面非常平整，所以我们虽然没有办法测出它的整个阻尼的灯屏的变化是不是能够处理的把国内的这种碎震的路况处理得很好，但是从绕锥的过程中已经可以发现它在侧倾的处理上非常好。我们现在再来把它调到最强的前后五段。好，我们现在把阻尼调到最强的第五段，再来看一看，做几个很简单的绕锥动作，看看它的整个变化跟刚才第三段的时候有什么改变。各位读者，我们今天很高兴在群马县这个赛车测试场地，我们很高兴刚刚也看到了 Cusco 两位 Rally 以及金卡纳的冠军车手非常高难度的驾驶。这两台刚刚看到的 EVO 跟两部 Impreza， 其实他们的动力都还算是接近原厂状态，只有在底盘部分安装了 Cusco 的像避震器、拉杆还有差速器的一些套件，所以两位车手可以把两台车开到相当的极致，所以证明这个避震器的功能性能有将这个车的马力彻底的辅佐发挥。基本上今天这两台 EVO 跟 Impreza 测试车，它在避震器都是使用 Cusco 的 021 这一套高性能版的 Hello Key。 我们刚刚从车手在非常高速快速的这个 slalom 绕锥车身的变化过程中，可以看到车身的侧倾从中速到高速都不会有太大的侧倾变化，除非在来到了一个发夹弯的急弯前，才会让车辆做出比较肉眼可以判断出的侧倾的角度。 Cusco的这一套E-Con 车内电子可调系统，我们国内其实目前有三家进口品牌，像是 TING 的 EDFC， 还有塔拉北避震器，还有今天的这个测试主角 Cusco E-Con， 这三大系统其实在国内上市有一段时间。那今天我们在日本有个非常完整的测试体验，我不仅在赛车场内有做过实际的操作，我们刚刚在外面的马路上一般道路那个路况会比赛车场差很多，我们也做了一台 Honda Odyssey 的七人座的休旅车做一个路试的测试。在测试过程中我们可以发现这个五段的阻尼调整，从一段到三段，三段到五段，从它独立可以控制前悬跟后悬的这个阻尼变化，相信这个在国内的道路使用上会是一个相当贴心方便的设计。尤其相信各位读者平常偶尔可能来到一段路况不错的山路，或是比较宽广的道路上，难免会希望让车辆有一个比较大的操控变化，同时有可能车上载了家人或是女朋友，有了这一套电子的阻尼调整系统，将来可能在你在搭乘到家人满载的情况下，可以让阻尼稍微调软，然后当平常一个人在享受山路高操控性能要求驾驶的时候，你就可以马上随即做出变化，这算是一个相当先进进步而且又符合人性化使用的一个设计。